名古屋市守山区の広大な小畑緑地からお送りします。現代の糸芸東海あやとり愛好会会長の山下です。昭和17年満州法廷生まれです。あやとりを一層面白く、また糸をもつれさせないためにも、完成後の技を磨く菊藤流。あいにくまた雨模様なので、緑地内の名古屋市のある施設からお送りします。今朝も、毎日の日課として、まず大きな耳の犬を作り、2番目に白鳥を作りました。この2つすでにご披露しましたね。3番目に作ってますのが、確か、たくさんの星という名前がついてますかね。これも素晴らしい造形美ですね。皆様よくご存知と思いますが、ご一緒におさらいしましょう。親指小指から、清しこの世星は光、救いの御子は御母の胸、眠りたも夢やすく。はい、この世のものとも思えないような見事な造形美ですね。たくさんの星、巻き戻します。サイレントナイトホーリーナイト、オールイズカーンオールイズブライト、ラウンドンバージンマーザーエンチャイホーリーインファンソーテンダーエンドマイスリーピンヘイブンリピーススリーピンヘイブンリピース。はい。形を作ってからが大切ということで、今プレイしたのは、3番の最初の構えに巻き戻すですね。1番のポイントを押さえて一気にほどくをやってみます。紐がもつれないようにね、巻き戻しとかほどきとかね、これ複雑に糸がこう縦横ね、縦横に絡んでますので、うっかりこう引っ張ったりするといかにももつれそうですね。一気にほどくにはどこのポイントを押さえるか、左右の親指を上の星の、左右端っこの星に入れます。親指外して左右の星のスペースにこう入れます。そして他を全部離せば、パラ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 ッと、これは気分がよろしいね。幸せいっぱいです。現代の糸芸と書いてますが、現代というのは本当に厳しい時代ですね。現代を象徴するキーワードの一つはアップデートと思うんですけどね。常にこう新しいね、フレッシュな新規のイノベーションっていうのかな。なんかこうね、新しいものをこう追求していかなあかんようなね、そういうなんか厳しい時代のようですが、まあ、この、形を作ってからが大切、完成後の技というのも、まあ、アップデートの心と思います。ささやかながら伝統的なあやとりに、ちょっとこう一味違うようなね、ものをささやかながらこう味付けできないかなというね、僕の本当に
まあスケールはあんまり大きくないかもしれませんけどね、ここ本当にささやかな願望です。どうも大変ご無礼しました。はい、ゴムゴム体操。はい。